湯原ダムは、岡山県真庭市に存在する一級河川、旭川本川上流部に建設されたダムである。中国電力と岡山県の共同事業で建設された重力式コンクリートダムであり、洪水調節及び発電を目的とする多目的ダムである。旭川総合開発事業と電力供給事業の一環として1949年に立案され、1952年2月に着工となり、74億円の費用と、延べ人員260万人を動員して1955年3月に竣工した。ダムによって形成された人造湖は湯原湖と命名された。面積455ヘクタールは中国地方最大であり、平成の大合併以前の旧湯原町、旧中華村、旧八塚村にまたがる。ダムの約600メートル上流側には取水塔が設けられており、ここから取り入れられた貯水は、ダムの下流にある、湯原第一発電所に送られ、最大出力 26,600kW の発電を行っている。同発電所から放水された水は再び、旭川と合流し、下流に存在する、八代口ダムから、真庭市草加部の湯原第二発電所へ送られ、最大出力 23,700kW の発電を行っている。また、ダム直下には、湯原堰堤発電所が設置されており、常時 0.8 メートル S の放流水を利用して、最大出力 360kW の発電を行っている。下流には、湯原温泉街が広がっており、湯原ダムの下には、露天風呂番付で、西の横綱にランク付けされた、露天風呂、名泉左湯が存在する。湯原ダムが大雨による増水で放流が実施されたため、この露天風呂をはじめ泉源が一時的に水没し、湯原温泉地内の旅館やホテルへの配湯が停止されたことがある。最寄りのアクセスは、国道313号、岡山県道322号中福大湯原線になる。ダムの天馬を通る道路は、県道322号の一部になっており、対岸へ渡れる。ありがとうございます。